はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。ユーロです。久しぶりに来ましたね。パワーワード。圧倒的に不評。はい、い,いフットボールですよ。えー、モバイル版。そして、冬には、えー、クロスプレート、えー、進化する予定だったんですけど、大丈夫かっていうところですね。はい、スチームで圧倒的に不評ってどうやったら起こるかというと、95%以上、500件以上のレビューが圧倒的に好評。えー、評価が高かった。圧倒的に好評に対し、 500件以上のレビューが集まって0%から19%なので、えー、と1,000人。 え、レビューが集まれば、810人以上の人がバットをつけると圧倒的に不評になる掲載になります。ただ、まあ、これに関しては、e フットボールの公式で、え、謝罪文が掲載されましてですね、不具合が報告されていることを確認しておりますと、え、継続的なアップデートを実施し、クオリティの向上やコンテンツの追加を順次行い、10月中のアップデート配信に向けて準備を進めていると、よろしくお願いしますとあるので、はい、ことを荒立てずにですね、そのアップデートを待ちたいと思います。